はい、FM 流進堂 DJ の流進です。自分の母親が、メールをかけるようになったということで、まあ、メールっていうのは一回、まあ、携帯電話なんか特にそうなんですけれども、一回登録しちゃっておけばですね、もうあとは、その履歴とかアドレス帳をたどっていけば、もういとも簡単に送れるようになってるわけですよね。ただ、最初メールアドレスを登録するまでが初心者は難しいと思うんですよ。まあ、ここからはちょっと自分の母親というよりは手紙というものについてちょっとね話してみたいなと思うんですけれども、ですね、このインターネット時代に、手紙っていうのはね多くの人は書くようになったと思うんですよね。僕一時期よりも。で、昔から筆豆っていう人いますよね。つまり手紙をよく書く人のことなんですけれども、手紙を書く行為っていうのは僕自身はすごく好きで、小学校の頃からですね、毎年必ず年賀状は送ってるんですよ、誰かに。それで、ですね、暑中見舞いもね余裕がある時は送るんですよね。それで、まあ、いろんな人との手紙のやり取りなんかをね楽しんだり、まあ、そのお正月に限らずですね、手紙を送るとですね、やっぱりこれすごくその楽しいんですよね。そのやっぱり普段のおしゃべりとはまた違った楽しみがあるというかね、僕ね、今のまま何の技術も進化しなくとしてもですね、一生楽しめるなと思うことがいくつかあるんですけれども、まあ、僕が今やってる芸術の分野なんかもそうだと思うんですよね。もうこれ技術的なものだとか、そういうものが一切ね、僕が死ぬまでこれから何にも変わらなかったとしても、芸術に関しては一生楽しめると思うんですよね。そういう手紙っていうのもね、ちょっとこの芸術っていうものに関係するもんなのかなと思うんですけれどもね、本当にキリがないんですよ、書き始めると。で、そのいい例がゴッホでね、ゴッホっていうのはもう死ぬまでね、アホほど手紙書いた人なんですよ。だからね、彼がもしね、絵描きにならなかったらね、小説家になれたなって思うぐらいね、小説家とか詩人になれたんじゃないかなと思うぐらいね、素晴らしい文章を書くんですよね。それでもうその文章のまま手紙でもうアホほど書きまくるわけですよ。特に弟のテオドールっていうね、テオっていう弟がいるんですけど、もうその弟とのね手紙のやり取りっていうのはもう文学に匹敵するほどの素晴らしい彼なりのね、ゴッホなりの芸術観と、そしてこの世界に対する認識っていうものとね、そして家族とか、自分の弟兄弟に対する愛情に溢れているんですよね。だからこれはね今の時代でもね十分通用するものだと思うんですよ。それでこのもし手で書く手紙でなかったとしてもですね、やっぱりね E メールっていうのもね非常にその楽しいもんなんですよね。これはねメールを書く、文章を書いて相手に送るっていう行為はね、技術的なものの進化問わずねすごく楽しいことだと思いますね。ただね、うちのお母さんも勝木さんにメール送って、まず最初送れたっていうことですごく嬉しかったと思うんですよ。それに、勝木さんもメールもらってすごく嬉しかったと思うんですよね。で僕も FM 流進堂ほとんど普段はメール来ませんし、まあそんなにたくさんの人が聞いてはいないレジオなんですけれどもね、たまにメールいただくとすごくね、僕自身はすごく嬉しいんですよね。それで勝木さんが大好きなねおしゃべり、まあ徳ちゃんも大好きなんですけれどもね、
おしゃべりっていうのもね、これはね、死ぬまで楽しめる、そして何の道具もいらない、すごく楽しいことだと思うんですよね。でやっぱりおしゃべりっていうのは、なんというか脈絡もないおしゃべりっていうのも非常に楽しいんですけれども、やっぱりそのなんていうかお互いの感情が入り混じったりとかですね、やっぱりこうその自分の考えを伝え合うっていう行為、知的遊戯みたいなね、そういう部分があって、僕はね、そこら辺全部好きなんですよね。あの知的遊戯のおしゃべりの部分も、なんかギャグみたいな、ユーモアのあるね、あのおしゃべり、まあユーモアっていうのはやっぱりね、知的なおしゃべりと近いんですよね。あのやっぱりね、ユーモアのある人っていうのはね、頭の回転が速い人ですから、これはねやっぱ頭のいい人なんですよね。それにね、ユーモアっていうのはね、やっぱりその人と同じ発想じゃユーモアじゃなくなっちゃうんですよね。この人とちょっと違う発想だったり、こうひねりのある、話題性だったり、そういうものが必要になってくるので、これやっぱりね、普段から考えたりとかですね、訓練したりとかしないとなかなか出てこない部分だと思うんですよ。だからおしゃべりっていうのはなんかね、その人の人柄とか、人間性っていうのはね、すごく出るなと思いますね。特に普段から鍛えてる人はね、やっぱりすごくね、一言二言言った言葉でもね、すごく鍛えられてるなと思うんですよね。それでまあ、話はこのまま続きまして、手紙の話からですね、先日田中克樹さんがトークショーをやったんで、それ気に入ったんですね、僕。そのトークショーの話をしたいと思いますけれども、話題が変わりますので、この話は、第3夜の方にしたいと思います。では、失礼いたします。おやすみなさい。